次に赤嶺政権君。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権でございます。私は最初に海上自衛隊の給与の隠蔽問題について伺います。先ほどあなたは米空母キティホークの艦長が海上自衛隊から80万ガロンの給与を受けたと発言した際、疑惑を及ぼすので米公使にそうではないと言ってほしい、このようにお願いした、こう先ほど証言されました。あなたはアメリカ側に80万ガロン、20万ガロンの事実関係を確認したのではなく、テロ特措法の趣旨を外れていないとアメリカ側に言ってほしい、こうお願いしたということですね。堀谷証人。私はテロ対策特措法はそういうテロの抑止活動に従事する観点に対しまして給与するというのが法律の目的でございますから、給与されたアメリカがその目的の中で油を使っているということをはっきりしてほしいということを申し上げます。赤嶺政権。当時ですね、防衛局が作成した答弁要領、あなた先ほどお認めになりました。自衛隊の給油量が20万ガロンであることを前提に、2月25日にキティホークは普及の自由作戦に従事中であるということを確認した、このように強調しております。今朝その資料も見せていただきました。その後キティホークは26日、27日、そして28日の行動、これは確認されたのですか。森谷証人。大変恐縮でございますが、当時のことについて、私は今記憶がもうやめて、この関係の情報に接しておりませんので、その問題について正確にお答えするということは今できません。赤嶺政権君。あなたが責任者として作成をした答弁要領では、2月25日はいわば普及の自由作戦にキティホークは従事していたと言ってですね、26、27、28日、何も触れてないわけであります。今この場で少しずつその時の状況を思い出していただきたいんですが、あなたはその時質問した私にもいろいろ答弁をしております。で、私はですね、その時に国会の質問で、2月28日時点ではすでにキティホークはイラク作戦に従事していた、こういうことをですね、アメリカ海軍のニュースで、示しました。にもかかわらず、私はあなたが当時ですね、2月25日のキティホークの行動しか確認しなかった、これなかなか解せないわけです。それはなぜでしょうか。思い出していただけますか。森谷証人。当時のその状況についてですね、私はそういう日程とかそういうことについてですね、大変恐縮でございますけれども、知識としてですね、今正確にというか全く覚えておりませんのでですね、このことについて正確に答弁が行われない状況にあるということをご理解いただきたいと思います。赤嶺政権君。それではちょっとその頃のお話をいたしますと、あなた方が答弁要領を作りまして、
福田当時官房長官も20万ガロンとおっしゃり、そして石破防衛庁長官もおっしゃり、私がアメリカ側の80万ガロンだと2月28日には不朽の自由作戦どころかキティホークはイラク戦争の作戦に従事していたことになるということを国会で繰り返し追及いたしました。でそういう追及の中で当時の福田官房長官石破防衛庁長官はさらなる確認をせよという調査の指示、これはありましたか。森屋承認。覚えておりません。赤嶺政権君。海上自衛隊がですね、給与を行ったのは2003年2月、イラク海戦を前にしてアメリカがペルシャ湾周辺に100隻以上の米軍の艦船を集結させていた時であります。当時、石破防衛庁長官は米軍艦船は複数の任務を同時に持つことはあると答弁いたしました。で、要するに対アフガン任務を兼ねてさえいればイラク戦争に向かう米軍艦船への給与を認めるというのが実は当時の防衛庁の方針だったのではありませんか。森屋承認。そういうことに対して大変申し訳なく思いますけれども私は承知いたしておりません。赤嶺政権。あれだけですね、あなた防衛局長として国会で答弁したにもかかわらず今ここに来てですね、あなた方が隠していた事実、これがはっきりした段階で記憶にありませんというのは私は許されないことだと思いますが、時間がありませんので次に移ります。先ほどあなたは山田陽子の元専務と飲食を共にした際政治家と同席したことをお認めになりました。その政治家と同席したというのは一人ですか、複数ですか。森屋承認。一人ではなく複数だったと思います。赤嶺政権君。はい、森屋承認。一度の席に私のあれだといろんな政治家の方がおられる席にですね宮崎さんも入っていたというような会議の仕方もありますし、あるいは少数の席に一人の先生がおられて私が入ったというようなところもありますし、そういう意味で複数という意味でございます。赤嶺政権君。その政治家というのも複数にわたっているわけですよね。森屋承認。そうでございます。その回数は何回ですか。森屋承認。私の記憶では各々1回だったと思っています。各々一人の政治家との会合であったのは各々1回ではなかったかと思っています。赤嶺政権。それはいつ頃ですか。森屋承認。今年は全くございませんでしたから去年か一昨年ではなかったかと思います、ね、赤嶺政権さん。事務次官在職中の時だったというわけですね。森屋承認。そうではなかったかと思います。赤嶺政権。その中に、現職の大臣はおられましたか。
森谷承認。その時現職の大臣であったかどうかっていうのは記憶がはっきりしておりませんけれども、現職の大臣ではなかったかと思います、その時は。現職の大臣ではなかったと思います。他の声に答えることはありません。赤嶺政権大臣経験者はおられたわけですね。森谷承認。はい、おられました。赤嶺政権。それは防衛大臣経験者あるいは防衛庁長官経験者ですか。森谷承認。防衛省長官経験者もおられたと思います。赤嶺政権君。防衛庁長官経験者もおられた、複数でおっしゃいましたが、防衛大臣もおられたという理解でいいんですね。名前はどなたですか。森谷承認。名前いつ頃の時期かということについてですね、私の記憶がはっきりしておりませんので、その時に特定の方のお名前を挙げるというのは私としてご迷惑をかけることでございますので、差し控えさせていただきます。赤嶺政権。これは答弁拒否に当たるような姿勢ではないかと思います。持ち時間が来ましたので質問を終了します。これにて赤嶺君の発言は終了いたします。赤嶺さんに今日の、承認喚問のポイントをお聞きしたいと思います。今日森谷承認は追及した第一はイラク戦争に日本の燃料を使っていたんじゃないかという疑問であります。当時はインド洋で自衛隊がアメリカの艦船に給油をすると、インド洋で燃料をもらってペルシャ湾に入ってイラクを攻撃するというのがアメリカの作戦でした。この点で森谷さんが当時の責任者でしたので、まずその点を追及したんですが、森谷承認は記憶にありませんと言って逃げましたが、これは重大な問題ですので、引き続き追及していきたいと思います。それから疑惑については、山田陽子とその宮崎元専務と森谷元事務次官との疑惑が一層明らかになったわけですが、加えてそれに政治家が同席していた、それも防衛庁長官や大臣経験者も入っていたということで、この疑惑は森谷前事務次官にとどまらず政治家も入った軍需産業をめぐる疑惑に発展していくんじゃないかと、我々も引き続き調査を強めていきたいなと。ありがとうございます。明日もまた特別委員会ありますね。今後共産党はどんな立場で、やっぱり一番大事な点は、アフガニスタンの問題、テロは戦争ではなくならない、ますます泥沼化している。でアフガンの国内で、いろんな勢力が今和平を目指して努力しているわけです。その努力を壊しているのがアメリカや NATO の掃討作戦、これで罪のない人が傷ついているわけですね。まず軍隊を撤退させて、そして政治的な解決のためのプロセスを進めたい、そういうものを日本外交も追求すべきだと頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。